示された選択肢がどちらも己の信じた道に背くとしたら、きっと強く思い悩むはずです。人がどう生き、どう死ぬか、それはその人自身が選び受け入れること。躊躇や保留は、より大きな不幸を招くでしょう。行きましょう、一緒に。ここに来た奴の寿命の話さ。なぜ彼を連れて行こうと思ったのか、なぜ彼に心を奪われていったのか、よくわからない。ここから先にたどる道はない。倒れて朽ちて消えるがいい。選ぶ、差し出す、選ぶわけ。どうして、壊す、全て壊す。やめろ、やめてくれ。だけど彼は選択を迷う心で別の願いを生み出してしまった。彼女を殺めたドラゴンを俺は許さない。この手で跡形もなく切り刻んでくれる。